おはようございます。マイトの対話へようこそ。今日は2019年3月15日金曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。みんなでサクッと夢を叶えるラジオ。今日のテーマは何をやめますすかあなたの時間は有限です今日もよろしくお願いします。 えー、夢を叶えるために、私が一番大切だと思うことは、感謝をする習慣です。感謝できることを見る習慣です。あなたが感謝できることって何でしょうちょっと考えてみてください、えー。私が昨日感謝できたことは、私は昨日ですね、あの、マヤ歴の勉強会に、まあ、行ったんですけれども、 あその時に、まあ、初めての先生であのまあ今まで学んだのとはまた違った角度での学びをやったんですね。それであのそれがすごくあの、まあ、軽い気持ちでまあ行ったんですけどもう想像以上に面白くてで 何をまあ感じたかというと、あの、まあ、本物の学びっていうのは、なんか根本が同じというか、他のこその学びをすることによって他の能力も上がるっていうようなものなんだなっていうふうに思ったんですよね。で、あの、まあ、昨日の あの、まあ、あ講座の内容が、ま、あちょっとどうだったのかって詳しくはちょっと話しませんけど、あの、まあ、あえっとですね、言えば、いつもちょっと最近話してる、左脳っていう、理論的に思考する、理論的に考えるっていう、まあ、あ左脳的な思考法と、あの、まあ、あイメージとかひらめきとかっていう、まあ、あ右脳の、このどちらも、 あの、まあ、トレーニングをして、で、その、左脳と右脳を統合していくっていうようなことに、まあ、通じるような内容だったんですよ。で、今私が、そ、すごいそこに自分が力を入れて、まあ、ちょっと訓練をしているので、面白いなと思って必要なものがまた来たなと思って面白かったです。はい。あなたが感謝できることはどんなことでしたかはい。今日のテーマです。何をやめますか あなたの時間は有限っていうことで今日はお話をしていきます。で、私は今結構、結構時間管理みたいなことに力を入れています。それはどうしてかっていうと、えっ、ー、と、やりたいことっていうのが、えー、いっぱいあるので、それをできるだけやりたいからなんですけど、あの、まあ、時間が足りないっていう人は、 多いと思うんですよ。毎日日まで日までたまらないみたいな。もう何か面白いことないかな。みたいな人もう多分少ないんじゃないかなと思うんですよ。割とみんなこう忙しい時間もたっ,ったらいいなとか、もっとゆっくりしたいとか、やりたいことができてないとかっていう人が多いんじゃないかなと思うんですけど、私もそうなんですよ。で、私もずっとそうで、なんか、私の中ではなんか、 なんかね、時間が足りないっていう、なんか思い込みなのかもしれないけどあって、でも、まあ、とにかく、あの、世界中の人に与えられている24時間っていうのは有限なわけで、その時間をですね、できるだけ大切に使っていきたいなと私は思うわけですね。しかも、い、なんか、命の期限って自分で決めることが、 できないじゃないですか。だから、あとどれくらいっていうふうに測ることはできないわけですよ。だから、あの、そういうことを考えたときに、やっぱりこう、いかに今日、今という時間が大事かっていうことをね、忘れないようにしたいなといつも思いますし、時間って本当に大切なものだなと思います。で、あなたがやりたいことをやっていって、 自分が望む人生を送っていくっていうことに関してですね、時間を大切に使うっていうのは、これは、あの、まあ、意図、意図的に使っているかどうかっていうところがポイントだと思うんですよ。なんか忙しくて詰め込んでっても自分が意図してそうしていたとしたら、それはそれでいいと思う、思いますし、 あの本当に例えば一度死を覚悟した人とかあの本当に時間が有限だっていうことに価値を置いている人っていうのはその忙しさでさえあえて意図してやっているっていう人もだあのいらっしゃるのであの命が有限だからできる限り今日という日にやりたいことを詰め込みたいって言って毎日を過ごしてある方もいらっしゃる。 いらっしゃいますし、それは、まあ、あなたの考え方次第なんですけど、まあ、どちらにしても、まあ、意図的に使うっていうこと、自分で決めて使っていくっていうことがとても大切なのかなと思うので、時間を、今日は時間を大切に使うための、あの、まあ、ちょっと役に立つ、まあ、一番簡単なことをちょっとお話をしようと思うんですけども、まず、 あのー、1、2、3っていう、まあ3つのステップで書いています。1、時間の使い方を書き出す。2、やりたいことはどれくらい ?3、やりたいこと以外は減らそうということで、まず、あなたの、これ前もね言ったことあると思うんですけど、とにかく時間の使い方を書き出すっていうのは、あの、とても有効だと思います。なぜなら、 いかに自分が時間を無駄にしているかっていうことを見せつけられるからですね、書き出すと。私はそうでした。いかにだら、なんかまあ、あいいんですよ。あの、何、どう使ってもね。ただ、自分がそのしたいこと、あまあ、優先順位が違ってるよねとかっていうことに気づいたりするわけですね。で、私とか、あの、 なんかすぐ疲れるんで、あの、すぐなんかソファーでゴロゴロして、なんかスマホを見て何時間も経つみたいな時間とかが結構あったんですよね。で、それって、あの、やっぱこう、時間の使い方をこう洗い出してみないと、その、あ 無駄にしたみたいな感じって感じないんですよ。なんかなんとなく過ごしてしまうみたいな。で、まあ結果ですね、私はその時間の使い方を洗い出した結果、今そういう時間が曲、まあものすごく減っていますね。うん。減ってますね。ぼーみたいな。で、私はこうテレビとかは見ないんですけど、なんかスマホは結構見てて、うん。 SNS とかも結構見てて、もうその時間は、もう今はもう結構減らし、かなり減らしてますね。なぜならその自分のしたいことが他にもあるのに、それを置いても見るほどではないからっていうことでしょうかね。で、あの、まず洗い出してから、もう私はもう最近はもうずっとこう、自分がどう時間を使ってるか毎日記録をしているんですよ。何に使ったかみたいなね。で、 そうしたときになんか無駄なことというか、やりたいことを自分の本当にやりたくてやったことがどのくらいで、無駄に過ごしたのがどれくらいとかっていうことがわかるわけですね。そうすると、それだけでも、よくねレコーディングダイエットって言って毎日体重を測って記録するだけで痩せますみたいなのがあるんですね。それみたいな感じですよ。なんか書くだけでも 書くだけでも時間の使い方は絶対に変わります。ので、これはとってもおすすめ。で、もうちゃん単純にやりたいことだけをやっていく。やりたくないことは減らす。っていうことですね。なくすはちょっと難しいかもしれない。時間を減らすことできないかとか、 例えば家事とかね、やりたい人少ないかもしれないけど、どうやって家事の時間減らそうかなとか、手伝ってもらおう、家族に手伝ってもらおうかとか、なんか工夫できないかなとか、なんかお掃除誰かに頼もうかとかでもいいし、うん。です。はい。あなたの時間は有限です。はい。そしたら何をしたいですか考えてみてください。 あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように、いつもあなたのことを応援しています。船越前でした。チャンネル登録といいねをお願いします。また明日お会いしましょう。